始まりました。はい。今日はお集まりいただきありがとうございます。この青柳さんのイベントを企画しているのもと思います。青柳夏実さんです。僕がこのブランクラスで、まず企画のちょっとした概要だけ先にお説明すると、僕がブランクラスで、2ヶ月に1回くらいのペースで、まあ、アーティストの方を呼んで、何か作品発表のようなものをしてもらって、で、その後に、こういうような形で、トークとかディスカッションをやるっていうのをやっているシリーズの企画で、今回は青柳さんをゲストに、お呼びして、何かやってくれませんかってことで、今日、こういう場になってます。で、毎回僕が、やっている企画で、テーマを最初に決めて、何かそのテーマについて、作品発表の後に投稿するっていうのをやってて、今日はテーマが絵本っていうことなんですけど、それは青柳さんと一緒に、まあ一緒にっていうか青柳さんに何か何個か出してもらった中で絵本っていうのを最終的に決めて今日に至ってます。ということで、何個か最初に僕の方から、はい、まあさっき、皆さんに見ていただいたっていうか、体験してもらったパフォーマンスのことについて、ちょっと質問 しながら、皆さんとも何か意見が交換できたらなと思ってます。っていう感じで始めようと思うんですけど、そうだな。なんだろう。結構技術的に、うまくいかなかったっていうのが、なんか最初にあったじゃないですか。なんかその辺は、どれぐらい想定してたんですか？絶対うまくいかないなと。うん、そうなの。結構、無茶な、音声を二重分岐とか、結構無茶なことだから、全然どうなるかわかんないし。とりあえず実験的にもでもいいからやってみようと思って。じゃあ何回かやるかもしれないとかは、いや、あ、もうできなかったらできなかったでいいぐらいっていう感じで作ってます。うーん、読み聞かせってカテゴリー、うん、カテゴリーのところに読み聞かせって なってたじゃないですか。なんだろう。まあ、テーマ、絵本っていうのをテーマにしてるんですけれど、その、まあ、テーマとか、今日実際にやってみたパフォーマンスについて、なんだろう、どれぐらい、なんて言うんだろう、青柳さんの分、青柳さん的にどれぐらい読み聞かせっていうものがどういう感じなのかってなんとなく教えてもらってもいいですか？まず絵本っていうものを、うん、自分が中学生の時にずっと絵本作家になりたくて、で、
実際にお話を考えて雲の絵を描いて本にして、うん、製本して本にしてみてっていうのを何冊か作ってみて、自分の中で作りたい本の形がこれとは違うのっていうのがだんだん分かってきて、うん、ってなると、じゃあ自分が作りたいと思った絵本は何だったんだろうって考えたら、本である物質であることもそうだけど、ページをめくったり場面が急に転換したりで、そこには文章、文字で書いてあるストーリーもあるけど、文字に書いてないストーリーが絵の中に込められてたり、それが次のページに行った時にある部分では急激にストーリーが進んでるけど、ある部分では関係性が変わってなかったりとかすることに気づく。で、気づくきっかけっていうのが、自分だけでページをめくっていっても気づくことがあれば、絵本って絵と文字があるから、その小さな子供でもある程度は何かが変わってるっていうことに気がつける、うん、でも子供は文字が読めなかったりして、大人が読んで聞かせることによって、そこに何が書いてあるかっていうのがだんだん分かってくる、うん、で読み聞かせっていうところが結構重要な部分なんだなって少しずつ分かってきて、で文章を声に出して読むことで意味が分かるのと同時に、じゃあその時自分は絵を見てるのか文字を見てるのかっていうことも関係してきて、で今回のはその絵と文字と声の3つのストーリーが全部が違う展開をしていって、でそれを全部同時に体験したとしたら、うん、どの程度分かってどんなことを考えてしまうのかっていうのをやりたくて、うん、読み聞かせは私が歩いていたらリンゴが落ちていましたっていうただ単純なことがどれだけ壊せるのかっていうことなのかなっていうので、どれだけ壊せるのかってその言葉で伝えた時のストーリーっていうか、リンゴが落ちてましたっていうストーリーをどれだけ壊せるかってこと？今言った通りの意味を伝えることと、今言った通りなんだけどそう伝わらないこと、なんと言ったら、そう伝わらないことはよくあるんですか？ないこと、言った通りに相手に伝わらないこと、伝わらない時に考えることを引き起こすものを作る。ああ、それは、今日のは今日発表した、紫色の都合さんっていうのは、もともとすでにある作品なんですよ。てか、なんて言うんだ、元の以前に作った絵本
テキスト。あ、テキストが先にあって、で、映像も先にある。もともとある映像の、今日見てたやつも。映像は、撮ってあった映像があったけど、今回は編集し直し、しました。で、喋ってる声も、またその映像ともテキストとも別のちょっと違うストーリーが入ってるってこと？46行のテキストがすでにあって、うん、それの内容は変えずに重複してる部分とか入れ替えたりとかして、うん、その同じ素材で3つの新しい編集し直したテキストを作って、うん、それが字幕になって一個はナレーションになって朗読になってもう一個は映像の基軸になる文章映像の文章とリンクして文章が例えば都合さんが言うにはっていう文字が出たときはこの映像が出るみたいな映像の編集のストーリーもテキストが元になってる。なんかその構造みたいなものは僕は見てる段と、まあ、途中でそれに気づくみたいな感じだったんですけど、最初は、あれなんか映像がうまくタイミングが合ってないのかなとか、うん、まあなんか何かミスが起こってるのかなと思ってたんだけど、まあ合うところとずれてるところとっていうのが、うん、まあ交互に来たり、するっていう構造がこうだんだん見ていく途中でそれに気づくみたいな感じで、でもなんか僕自身は結構そのストーリーみたいなものはなんだろう、そんなに追えないっていうか、うん、まあ青柳さんここにいて喋ってるからそれも気になっていろんな、まあ前向いたりこっち見たりとかいろんなんか意外に情報が意外にっていうか情報がすごいあって、うん、なんかそれをこう自分自身がどの情報を拾えばいいかなみたいなのをずっと考えちゃうっていうか感じがして、でなんかこのテキストと映像と声っていうのをバラバラのレベルで一緒に、体験してもらったらどういうふうになるかっていうのをなんか皆さんに普通に感想みたいな感じで聞いてみてもいいんですか？聞いてみたい。聞いてみたい。感想とかありますか？なんかどういうふうな経験だったかとかってなんかパッとでも言葉にしづらいかもしれないんですけど、あ、吉野さん、あの理解するまで足らなかった最初にその意図を聞いてなかったんで、まあ、あの従来一つのテーマで音映像文章が統一されているものだと、まあ、従来のね考えで、その考えで見たので、うん、
んだろうなと思って、だんだん腹が立ってきて、でも今の話聞いて、全然違うことを同時にやったらどういう反応が起きるか、やっと分かりました。その段階で拒絶っていうか、どのぐらいのタイミングでちょっと、いや最初から何やってるんだろうって感じだったんです。映像が始まった時から、しばらく経ってから、そして理解できないので、しゃべり始めてから、どういう人でどういうことを伝えたいのかっていう。っていうのは10代の作品でしょ、それとは違うので、ね、今聞いてて思ったのは、例えば相当ひどい映像があって、そこに今のあなたみたいなゆっくりした音声流したらどういう感じがするなっていうことを、それ例えば 3.11 のね、津波の映像を流しておいて、そこに先ほどのあなたの語りをね、かぶせたら、すごいギャップがあるでしょ。それはそれで、まあ、昔からあるようですけども、それは。例えば、戦争映画にすごいムードミュージックみたいな映画の音楽を合わせるとかね。それは昔からあるんだけどね。ギャップを楽しむみたいな。それと共通するのかなと思いましたけど、ただ事前にそういう意図を聞いてなかったんで、ね、全然理解不能で、だんだん腹が立ってはい、以上です。ありがとうございます。でも今の話も今まで の, あのトークのところから始まる聞いてると、あの伝える、伝わるとか伝わっちゃうことにちょっと保留しつつ、もう、なんだろう、ある種の情報をこう、なんだろう、ちょっとずれた情報をどんどんこう、押し寄せてくることなのかなと思ったんですけど、だから伝わることに対する疑問とか、伝わっちゃうことが嫌なのかなとかって、あの、個人的なことけど、あの映画とか音楽って好きなんだけど嫌いなところがすごくあって、やっぱり時間がもう決まってるじゃないですか。で、そう、あのある種の山場とかでこうなんか感情がもうね、その作り手の意図にこう沿っちゃうところが気持ち悪いなって思うところがあったりはして、だからそういうところをなんだろうな、そうそう、読み聞かせだとそれがやっぱ自然と、なんだろうな、だからな、わかんない、なんか、あの ただ単に伝えるんじゃなくて、何かそのストレンジな伝わり方を試しているのかなとか思った。あと、これまた個人的なことなんですけど、金沢動物園って実は仕事でよく行くんですよ。それがすごく残念で、知ってる場所だったんで、あれが知らない場所だったら、そうそうそう、もっとストレージな体験できたかなとか思ったりもしてて。それはもっといい絵があったとか、もっとこう撮ればいい。いやいや、じゃなくて、でも、なんて言うんだろう、僕は、なんだろう、あの幼稚園児の遠足とかについてって写真撮るので、ああやってゆっくり回れないので、逆にああやって見れたのなんかは、こういう見方もあるんだっていうふうには思ったかな、今思ったけど。ただそうそう、知ってる場所だったから、なんかそう、ちょっと、あれが知らない場所だったらどうだったのかなと思ったりしますね。はい、あ、でも、だから、初ブランクラスで、地方で演劇やってるんですけど、はい、あのなんか読み聞かせって、言葉と自分は違うっていうのを提示することだと思うんですよ。言葉と違う。自分は違う。言葉と自分は違う。ああ、心として。で、なんか、演劇やってると思ってきたから、最初覚えてやってるのかなと思って、見てたら。あ、そのセリフとしてっていうの。
まあ、ちょっとここと字幕が違うから、はい、覚えてないのかなと思って、ちょっと自分の現在地が分かんなくなっちゃって、うん、まあ、なんか幽霊みたいな感じになっちゃって、もうなんか分かんないなってなったんですけど、まあ、2回目ちょっとそれで見てたら、まあそこのプロジェクターの文字を読みながら、まあ、別の文字と、重ね合わせてやってるみたいな感じでやってるんだなと思って、まあ、ただなんか地図、例えばそれを地図とかいうのに例えると、まあ、地図3倍ぐらいになるみたいな地図っても本質は分かるけど、なんかどこ行けるとか、マップのピンがどこにあるとかっていうのが分かんなくなっちゃうから、うん、なんていうか、また映像をまた違う別の映像とかな流して、なんかそこの別の違う言葉もそこに出して、またここに別の言葉とか映像を出して、なんか均等に物質として扱うことが必要なのかなと思ったんですけど。なんか、まあ、うまくいかなかったということも結構大きいのかもしれないんですけど、なんで一手間ぐらいあるじゃないですか。今日のやつを見ようとしたら、見よう、まあ、実演して見ようとするときに、なんか、まあ、こうタブレットに映像を一回ダウンロードして、そこで手元で再生して、まあ、みんなで合わせて再生してとか、音をちゃんと調整してとか、なんかそういう手間がかかるっていうこととかも一つの、なんていうか、アクションみたいなものとして今回の作品の中に入ってたのかなって割と思ったんだけど、そういう意図って、なんかそれは意図の中に入ってたりするんですか？割と自分は全然意図にですね。じゃあそれ映像を準備して音を聞けるっていう状態はもうなんだか始まった段階ではもうみんなフラットにそれが準備できているっていう状態で何やるかっていうのを考えて作ってたってこと。そうです。でもなんか実際にはそういうものを使ったり音をなんか準備したりっていう、なんかそれも素材みたいなものとして体験したみたいな感じなんですか？まあだから観客として自分がどこにいるのか分かんない状態になっちゃって、まあ、最後の方はずっとなんか青柳さんのなんかこの読んでる体をずっと見てたわけですよ。なんかそういう中心線っていうか一本のマップのピンみたいなのがなんか足りなかったかなっていうか分かんなかったなっていうのは。なんか娯楽のこう娯楽作品みたいにさ、分かりやすいものを求めているとしたらもちろんそうなんだけど、結構つまりこういうことを左半時で起こってるはずですよね。で多分青柳さんそっちの方が興味あるのかなと思ったのね。何かを例えば伝えようとしてそれがまあ、バラバラなメディアを組み合わせながら、例えば説明しなきゃならなくて、その時に受け手は、バラバラに受け取っちゃってて、実は、今日はみんなが一種不快な思いをしたから、わからないって状況も作り出すんだけど、多くは分かっちゃった気になるんだよね。ずれたまんま。で、それを正す方法がなくて、っていう、そういうのに興味あるのかなと思った。正すっていうか、それを、お互いこう了解し合うっていうかさ、ズレを認識し合うってほぼ無理じゃないですか。なんかすごい昔の話なんですけど、中学生の時に炎のランナーっていう映画を友達たちと見に行って、すごい面白いと思ってね、感動して外出たら、5、6人で行ったんだけど、僕以外ストーリー分かんなかった。ですごい怒ってて、だから その彼らももうちょっと映画を何遍も見ていけばきっとある程度は理解できるようになると思うんだけど、なんかそれずればすごくよく起こる
なんかこう、例えばゴダールの映画をさ、映画初心者の人と言ったらさ、ちょっと困った感じになったり、それよりももっと、だから読み聞かせとか、あの幼稚園の子に読み聞かせを例えばして、大半やっぱりその、ちゃんとしたストーリーは理解してなかったり、でも分かった気になってるっていうのが多分ミソだと思うんだよね、通常の場面では。分からないっていうストレスを訴える子がいるとしたら、割と自覚的な子で。それをどう炙り出すかなんだと思うんだけど、それ以外に難しいんじゃないかなっていう感想。なんだろう、大人数で展覧会の打ち合わせとかしたら、大人でもみんなトンチンカンだから、自分の考えてることしか頭になくて、人の話ほぼ聞いてないので、それを整理するのすごい大変なんですよね。なんかそういうことよく起こってる気がする。コミュニケーションでね。でも、とにかくその当人同士は分かってると思ってるから、そこが、それなんだ、普通のアートワーク見ても、分からないっていう人に対するよりも、分かってると思い込んでる人と対話する方がもしかしたら難しいかもしれない。なんか聞いてくれない。分かってると思ってる人って。そういう感じを感じました。でも、やっぱり今日の場合だと、つまり、なんて共有するみたいなこととは違う方向に興味があるっていうふうに見えるので、あるそういうネガティブな感じが残っちゃうけど、構想の話は今いっぱい出ましたけど、内容というか世界観的な方に僕はもしかして興味が結構湧いてるんですけど、この辺はどうですか皆さん。動物が出てきたりとか、お話の中に、ね、内容、うん、都合さんは何も何をどういう紫色は何だろう、で動物園と何でもその辺も一番アメグさんの中、うん、魅力的な点に今日見て初めて見て、うん、見た映像作家としてのアメグさんはどっちかというとそのふわんとしたあの着地しないところで終わらせる感じの人なんですよ。逆に今回は一人で立って同族でテキストががっつりあったから、うん、逆にそこを中心に何か聞かなきゃいけないような感じになって、しかもあたふたするっていう状態だったので、うん、若干ちょっと、なんだもっとまあうまくやるっていうのと、あ、機械的にね、あともう少しもあのどうあの映像を裏切るのは分かるんだけど、もう少しなんか違う裏切り方じゃないけど、なんか違うアプローチがあったんじゃないかな、映像との関係で読むのはね。あのテキストは大好きです僕も、あの途中でスッとイニシャルが変わったり、誰だ都合さん誰とか、そういうのをこうふつふつと湧くのはいいんだけど、ただ早いんだよね、その割にはって思って聞いたんですよ。うん、パッと過ぎていっちゃうから、もっとなんかリフレインするなりなんかして、もっと長めの作品で、もう少し分かることはいいことだとは思わないんだけど、あの振り返すことでなんかもう少しあなたのいつもほわっとした感じがなんか伝わるんじゃないかっていう気はしました。んそのいつもっていうのは、映像はプロット作って作るかっていうか、そのさっきおっしゃったあのその今回じゃない映像作品ではそのお話作って映像作るんですか。そういうわけじゃなくて、今回はその
また今までの手法とは違う作り方をしているということですか？違います、うん、いつもはドキュメンタリー映画の形式でインスタレーションをやってて、なんで元は実際にあったことを記録した映像を再編集するっていう。明確に蝶の幼虫を取りに行くとか、こうプロットが一つはあるんです、明確に。でそこに、全然関係ない家族 の日常描写とかが入ってくる、たまに。でそれは見てて別に、なんだろう、映像の場合何も言われないからスッとそこに入ってきて、もうなんだろう、それこそボルダーじゃないけどスッと見れてしまうっていうか、なんか違う層のことが一緒になって、でも映像だから、一つの作品として見れてしまう感じは僕はすごく好きなんですけど、うん、ちょっとお父さんとはぐれましたっていうと、お父さんのその時のお父さんじゃないお父さんが出てきて、お父さんが自分の方をカメラに向けてたりして、全く関係ない映像が入ってくるんですよ。でもそれ、を、まあ、テキストでちょっとつないでたりするわけですけど、それ割と見てて面白いと僕は思うんですけど、うん、普通の映画とかの感覚じゃなく、今の映像として面白いなっていうふうに思ってますけど、なんかそういうそれ、まあ、感覚的なレベルでだけど、日常的にも自分自身が生活してる中で、ほぼ同じような似た色の体験みたいのはなんかするなって思ってて、例えば、まあ、友達と喋ってて全然違うことを思い出しちゃって、急にその話をどうしてもしたくなっちゃってしちゃうとか、友達から電話かかって、違う人から電話かかってきて、その会話がなんか自分自身としては意図してないんだけど会話が変わっていっちゃったりとか、なんかそういうのはどん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 常にどんな場でも起こってるっていう感じは、なんか青柳さんの作品見てると なんかそれが起こる、作品見てる中で起こる感じがあって、まあ、多分今日のもそのなんていうのかな、そういう経験に近かったなって僕は思って見てたんですけど、なんか文字を読むのは大変だよね。なんか単純にあれもどうなんだろう、文字が見えないっていうか、うん、ところとかもやっぱ見てないものはちょっとごめんなさい、うん、また機会があったら見たいんですけど、はい、だから そのことにちょっとね、言及できるところが僕はないので、だから今回の作品については、だからさっき春尾さんが言ったように、多分共有を信じられない部分があって、だからそれぞれが同じものを一応、同じものと信じているものを受け取ってるけど、それぞれが違う体験をしているっていうことは、まあ、とりあえずこの場ではなされていたかなと思うんですけど、それあんまりよく分かってないんですけど、どういう部分が仕掛けになった、うん、仕掛けか、うん、なんか割とみんな同じ操作をしてたので、うん、あ機械のトラブルはあったけど、私はそっか、なんていうか、あそっか、そこまで、うん、そこまでこの観客側は違うものを受け取ってるように感じてなくて、なるほど、あだから そこの狙いというか、読めない人とかいるんだよ。読めない人とか、うん、聞いてるのを優先してるときに、読もうと思うと読めない、だから読めなかった部分があるとか、だからそれはみんな無菌質ではない。青柳さんっていう存在は確かにここにいたいとか、明かりが暗くて、その体験が。あ、でも、そっか、同じ、まあ、その前に、だから、青柳さんはどういう狙いだったのかなとか、そこはどこまで達成できたのかなとか、そういうのはありますか？さっき
すごい怒りが湧いたみたいな反応を聞いたときに、自分が怒りが湧く映像って割と映画館に行って座って映画が始まった時とか、すっごいイライラしてきちゃって、なんでこんなこんなに分かりやすいものをどうしてこうやって見なきゃいけないんだろう、でこんなに多くの人たちがこうやって見るっていうところにいて、自分もそこにいて始まって、分かりやすいけどそれを見てどうするんだろうって、それがすごくいい映画だったとしてもどうしても感情的になってしまうことが多いから、なんか持っていることは同じでもその先が全く違うっていうことが起こったのは、いつも狙いとかって最初にはあるけど、それ以上の反応があることを想定して作ってるので、今回はそこが今の段階でも面白いなと思ったところ。はい。なんか俯瞰し、あ、普段はなんていうかビデオインスタレーションが作られてたみたいなんですか。でも今日はその上演という形にしようとしたのはそもそも何でなの？いつも展示っていうことで。どうしてもこうループするものじゃないと、こうずっとその場に置いておけないっていうのがあるから、手段として映像インスタレーションみたいな形式をとってたんですけど、今回はまあ一回みんなに見せて、でその後話すっていうのだったから、なるべく今までよりももっと飛躍した表現をぶっ込んだらどうなるんだろうっていうので、まあパフォーマンスは今までやってないに等しいし、でも映像を使ってなんかもっと劇場空間にある映像インスタレーションっていうのはどういうものなのかっていうのを考えたかったから、その第一段階として何かできないかなっていうので、パフォーマンスを選びました、うん、なんかまあ別のものを並べて、まあ、幻想が増殖していくっていうのはいいと思うんですけど、カットアップにカットアップを並べて、でもなんかその上演としてはなんか青柳さんの体っていらなかったなと思って、うん、だったら映像とこの映像、いや、そんなことはないと思うんだけど、要は絵本の読み聞かせも結局、じゃあ、青森さんが読み聞かせの部分を録音し、同時に流すはいいかっていうのはそうでもなくて、じゃあ、イヤホン越しに伝わってくるお母さんが子供と一緒に手を持って、話す声の、なんですか、声のぬくもりみたいなものが、例えばあるとするなのか、っていう意味でやっぱりパフォーマンスってやることはちょっと、取って出しとは違う感じはしますけど。でも、炙り出しするにはちょっと火力少なくなかったですか？もちろん、だから今回のやつは僕も完璧なものではないと思うんですし、テスト的な要素がもちろんあると思うんですけど、それを踏まえた上で、なんか、もうちょっといろいろ話したり考えたりすることが面白いのかなっていう。これが 100% の完成形展示で、これについて、じゃあ、0点から100点で公表しましょうみたいなことだと、やっぱりちょっと硬すぎるかなっていう気もするんですけど。でも私、青柳さんがこの会社の中で立っている位置がすごい面白かったです。なんか読み聞かせって、自分が体験したのって、本を持ってて、同じ、こう、側っていうか、に立ってる場合が多いので、こう対峙してて、私の機会が1分くらいで止まっちゃったので、ちょっと隣の人のチラチラ見つつ、青柳さんがこう、読み上げてる姿を見てて、なんかちょっと不思議な体験をした気がします。なんか内容を含めて考えると、ちょっと俯瞰して見ることも、まあ、2度体験しちゃったっていうのもあるんだけど、
ちょっと俯瞰してみたら割とこう了解しやすいっていうかさ、抽象性のあるお話として受け取れちゃう。だからもうちょっとこう、難しいっていうかさ、音声ガイドあるじゃん、展覧会に。ああいうぐらいの情報量とかだと、もうちょっとこう考えてたことが、早すぎるって言うけど、もっと早いとか、もっと熱いとかいう方がやりたかったことが可能だったかも。なんか繰り返しも多かったし、割とトータルに見ると大体話の、なんていうか雰囲気をつかめる。つかめちゃうっていうのはそう。映像にあるテキストと読み上げてるものって、情報としては全然違うものって入ってるんですよ。でもやっぱり同じ元のテキストがあって、編集した2パターンだから、そんなに微妙な誤差で作られてない。7割一緒で、3割はどちらかにしかなくて、で、毎回言うことが違う部分が1分だけある。アドリブがある。アドリブが1分だけある。最後。右目がの左は全部。先生は今日3回結局やった中で全部違ったと。全部違う。だから2回やっちゃったのもいけないと思うんですけど、2回で僕大体分かったそれ。その感じは。2回目であれも気づいたし、あれいいんだっていうのも気づいたので、やっぱ1回でやっぱり、経験させなきゃいけないよね。うん、もう多分もうちょっと長い方かな。うん、長い。お話を作って、ある複雑さをなんか、作っていくような感じなんだと思うな。うん、もう機材のトラブルはまあちょっとなかったことにして考えたとしても、いろいろ工夫のしどころがあるって気がします。うん、意外にお話はそう難しくなかった。うん、そんなにわからない。僕は全然ストレスはなかったので、もうちょっと攻めてこられてもよかった。もちろん経験する人の個人差もすごくあると思うので、これは今日のはまあ7分40秒とかだよね、全然。これでもう、なんていうか、完成してる物語なの？もっと長くなる、長くしようみたいなとかもあるんですか？一応このテキストとしてはかなりプロット的な流れが追ってはあるぐらいで、本当はもうちょっともっと書き足そうとしてたから、必要最低限ぐらいがある感じ。なんかそう結構ギュッてなってる感じがして、なんていうかギュッてなってるのを一気に同じテンポでずーって最後までいったなって思って今日見てて、なんかもうちょっとこう時間、なんかもう時間のこととかを考えたら、なんかこうテンポのこととかもうちょっとなんか黙る時間とか、なんかまあテキストっていうか映像とテキストと声が常に何かこう出て消えてみたいなのが結構同じテンポで合ってるって、7分考えるとなんかもっと2つの要素だけに絞ったりとか、なんか1個だけみたいなのが出て、全体でもうちょっと30分とか1時間とかなってたらまた違うのかなとか思って、
一瞬のあのバックグラウンドにちょっと一瞬いろいろ考えるんでね、うん、だからもっと黒があってもいいとかさ、なんとなく編集の仕方がもっとあって話の映像とお話の関係とかを多分編集の段階でもっと考えられるはずって、うん、思って、それに出したら無限に余裕入れちゃうから完成しなくなっちゃいますよね。あのいくらでも入れちゃうというか、この作品にもそれ入れるんでね。なんかこう私たちはスマホを見てて、で小林さんの視点はこっちで、それぞれの視点の方向性が出る。自分の中で入っていて、青柳さんの自分の中で入っていて、ちょっとトラブルがあった時にそれの視線がこうバッて拡散した現象がちょっと面白くて、個人的になんかこうなんだなんだみたいな感じで、こうその視線のがこうダイレクションがみんなこう交差していって、またこう一回戻るみたいな現象、なんかちょっと今の話の作品のなんかこととかっていうよりも今日のハプニング的なので、なんかそのあやつさんが一番最初に言った文字を読み聞かせるんだけど、子供がそれ頭入っていかないという現象と、ある意味でそういうハプニングが見てたかもしれないなって思います。スマホとかタブレットで手元で見てますね。あれもしプロジェクターで壁に映してね。ということとはこう比較しなかったんですか。あくまでもタブレットで 手元に置いてほしかった。そうですね。やっぱり壁に映してみんなで見たいって違うもんになってる。耳を塞いで手元で見るっていう個人的な見方と、でも実際にドンと立たれてどうしても存在があって、でなぜかずっと正面を見てるっていう構図がどうなるのかなっていうのがやりたかった。あ、手元になって、あ、自分のものって感じなんですね。本当はそういう感じが出したかった。うん、持っていればね、だからもう一つの映画のように作っちゃって、うん、あのプロジェクターで映してそこにあの映像と文字と声も入ってて、っていうことも可能ですよね。そしたら全員が同じことに没入しちゃうじゃん。そうそう。他の人がやりたい実験ができない。プロジェクトだから手元にあって、ね、全く違う。だからいろんなバラバラの情報をそれぞれのセンスで読み分けながら経験しないといけないんでしょ。まあ、今でも手元で持っているとか、手元じゃなくて彼女は立ってるし、立ってるし、うん、手元にはないじゃん。で映像は手元、映像は手元だけど声は耳から入ってきてじゃない、ライブでやるし全然状況は違うということ。そうそう、だからどれかに、ピント合わせるとどれかを聞こえなくなったり読めなくなったりってことが起きちゃうんですよね。同じ内容を映画だとしても全くもう意味が違ってくるということですかね。そういうこと。でも街中で今みんなだからスマホ持って歩いててぶつかってくるんだよ、うん、だそれはこ外で歩いてるつもりなんだけど、うん、こっちに没入しちゃうからね、うん、いや人間は基本的に一つのことしか集中できないですよね。でも、なんかやってるじゃないですか。街中で。だから、いろいろ時間を持ってる。3つのことをどうだって、電車の中で映画見ながら泣いてるおじさんとかに。あ、そういうこと。号泣してるおじさんいたら。基本的に一つのことしか集中できない人間が、3種類の情報を入れられてもね、さっきじゃないけど、だんだん腹が立ってくる。混乱してきて、うん、っていう感じでしたね。なんか準備の時に、その、真ん中のラインに合わせてたってすごい言われて、で、なんか今僕初めて見てたんですけど、なんかなぜかなるほどなって思って、その、こだわってたの。
そのなぜか置いておくか分かんないんですけど、あ、なんか青柳さんがこう見てた風景ってどんななのかなみたいな、そこにこう集中するために多分みんなが見てるのとに近づけようとして多分そのそこにぴったり合わせてたやつだと思うんですけど、なんかどんな風景がこう見えてたのかみたいな。それは何が映っていたの？あ、セリフ、セリフ字幕、字幕が、うん、あ、それはあれいや、だから気づいた人いるのか、何人か。そう、なんか見てるのか、見たら、なるほどっていう。最初は、暗記してんのかと思ったのね。暗記力をリスペクトしてたんで。あ、そうなんだ、すみません。だから書いてあるのと違うタイミングのを全部タイミングも暗記してんのかと思ったら、そうじゃなくて全部そこに表示されてる。そっか、何言ってんだろうな。今なりましたし、宮沢さんが言ったのはその今窓隠しを3枚目、いや、だから真ん中に真ん中の、うん、真ん中のこう、あ、だからさっき iPhone で見てて、うん、こと同じです、うん、同じ縦長の iPhone の形にね、そう、ぴったりな、ぴったりに比率がありと、その真ん中の板の、うん、がフレームになるように、そうそうそう、ここからプロジェクターでこうしてるんですね。この様子を後ろから撮った方が面白かったかも。あとでこれをみんなで見るっていう。こうそう、だから俯瞰して、ね、見る感じがもしかしたら面白いのか。いや、僕は結構面白かった。うんいい、はい、なんかでもさ、一応ほら、だから解放された観客じゃなくて解放されてない観客の構図じゃん、うん、なんかこっちにパフォーマーがガーンっていてさ、うん、マイク1本でね、なんかこう、うんうん、構図としてはすごくこうある種の支配関係なんだけど、うん、支配させないっていうかな、したくないんだろうと思ったし、なんか、あと、うん、うん。どうなんでしょう、支配をしたくなかったんですよね。支配したくない。その空気とか、その時間とかを。さっきの話のやっぱり、だから、うん、映画館での違和感っていうのは、そういうことですよね。だから。映画に支配されてしまう自分の肉体っていうのが、やっぱりなんか、ね、それに対する嫌悪感みたいなのが。ないと。見る人たちの方にライトがちゃんと当たるようにして、うん、あ、これ、うん、で自分は関節進んで、自分はもうちょっと暗くてもよかったけど、でもなんか本当音声ガイドぐらいの自由度がお客さんの方にもあると、だから俯瞰しても見れるみたいな、あ、まあ、どうやったらそれが持つかわかんないけど、あって、だから2回目間が空いて2回目があったりっていう時に、まあネタはバレちゃうけど、やっぱ全体見ても面白いかもしれない、仕掛けが分かってその上内容もとかっていった時に、だからどこだけを与えられて、面白がれる作品ではないのか。うん、バレても全然いいっていうか、逆に、うん、この後ろのテキストを見ながら喋ってるっていうことはバレない方がいいとかあったの、それとも別に分かっていいこと、いや、見るだろうなっていう想定それに気づいて、気づくだろうな、それは気づいてほしい。気づいたら少ないんだけど。4年くらいしかね。ここ光ってたんで、もう来てんだろうなって。ああ、そうそう。でも、ちょっと早い時期に来てた。プラッた人は結構キョロキョロして、あって思う。あ、そうか。意外と。でもまあ、なんか演説の時にさ、プロンプター読んでる。うん、大統領プロンプター読んでるみたいなのって、それ自体も含めて見るの、うん、なんかそういう図なんだと思う。いろんな場面にある形がそこここに見え隠れしてて、それは結構面白いと思った。気づいてないとすごいびっくりしました。
まあ、忙しかったですか。こっち隣ではさ、止まっちゃって。青柳さんも没入してる感じで読み上げてたんですか？没入してる感じられようと。でも、あ、みんな止まってる。他になんか、これ言いたい。そういうことのお話にちょっと近いですよね。なんか声聞こえる聞こえないとか、なんかこう見える見えないみたいな感じの話と、この状況もなんかこう似てるなって感じがしましたけどね。よくわからなくて、よく、あ、ねえ、わかんないけど、何人いるのかわかんないですけど、3人ぐらいいて、それでなんかこう意思疎通が微妙にしたいけどできないみたいな感じは、まあ、この会場の感じと、だこの話チョイスしたのそういうことなんじゃないですか。なんかでも紫外線が見える鳥の話なんですか。あ、そうなんですか。紫外線、三原色の他にもう一つの光が見えるクジャクみたいな鳥が都合さんっていう、あ、都合さん、鳥の方はその紫の光、紫外線が見えるんだけど、その見えることをどうしたら都合さんに分かってもらえるのかっていう、で、紫色の都合さん、で、なんか落ちてたリンゴの話ってのは何だろう。あ、落ちてたリンゴの話は今例え話で最初にしたの。リンゴの話か、全然わかんないと思ってた。全然リンゴは関係ない。ガチで鳥出てきてたんですね、本当に。ガチで鳥の話だった。あ、鳥の話。うん、で、都合さんっていうのは、その自閉症の女の子が、幻覚で見ちゃう紫色のニワトリの話を聞いたことがあったんだけど、そのニワトリ、紫色のニワトリが都合さんという名前で、でもよくもう普通に歩いてる時に都合さんがその子の周りにいて、で、まあ、友達でもないし、ただいる都合さん、あ、今都合さんがいるみたいな話を聞いて、その子には見えてるんだよね。その子には見えてる。そうなんだ。っていうのが元の話。あ、わかりました。ちょっとさ、抽象的にしすぎてたんだと思うんだ。うん、でも元の話は抽象的な話なんですよね。あ、でももっと具体性のある話には多分書ける。うん、なんか今喋ってたみたいな話に落ちるとなんかでもそれも作者の自由だと思うんですよね、うん、で、あの、その、まあ、絵本の読み聞かせで子供に読ませるっていう、まあ、拷問みたいな作業じゃないですか。子供からしたらちょっとわかんないけどだから好きな人もそれが母親のそのご利用士官というそういうものを あると思うんですけど、作品自体、その絵本自体も母親みたいな存在でもあるから、その夏夫さんは。だから、どっちなのかなとは思いましたね、今回は。そのみんなを子供として母親みたいにしてるのか、作品を母親としてこれをみんなに押し売りしたいのか、どっちなんだろうみたいなのはちょっと気になって。ちょっと全部が押し売りじゃないと思うんですけど、まあ、押し売りに言い方しちゃったんで今大物とは捉えてないでしょ。おかしい拷問ね。人によってはそう、うん、僕カラオケかなと思って。あ、だってカラオケって知ってる曲だけどあえて歌うでしょ。知った曲だから歌うっていうのもあるし、
でも聞いてる人は知らない曲だったりする時もあるし、でだからそう今日の状況はそういう感じかなと思う。それでもほらその歌ってる本人が歌ってるみたいな状況なんで、うん、その絵本の作者さんなわけでもあるんで、だからちょっとこう、なんですかね、この、うん、2つは母みたいな存在だったら、基本的にこう子供とお母さん隣り合ってこう耳聞かせるじゃないですか。どっちかっていうと性能だと思ってた。性能シビアなの。性能が拷問だし。性能が拷問で拷問性能ですよ。え、読み聞かせにそんなネガティブな。いや、青柳さんもっと構造として捉えてそんなに。でもそういう一面もあります。確かにどう思わせるかみたいなことを、そうそうですね。だからなんかこの、うん、今回はその作品を重視たのかとかは気になりました。なんかもしかしたら作品捨ててるのかなっていう感じもしたというか、ちょっとバラバラにしてる感じとかは、今回はこの作品についてどう思ってたのかなっていうのは、絵本のね、作品。あ、今回はこのテキストが作品なんじゃなくて、全部で。全部で。一つちょっとマジな作品の部分がちょっとこう材料になるというか、絵本の方は材料になって、それを料理して読み聞かせにしたんで、これ全体を絵本と呼んでるって言った方が、うん、分からなくなっちゃった。の再現のようなことですね。絵本のように聞かせた幼少期のよくわかんないけど覚えてるフレーズとかのなんかそのわからなさの体験をこういうパフォーマンスとしての最終形態のめっちゃでっかい神様視点から見てこう絵本と構造に似てるっていう手順の仕方、内容もちろんなんか都合さん誰だろうとかなんかずっと気になってる。そういうでも体験の絵本を読み聞かせっていう体験が今回のそのなんていうの構造っていうこと、読み聞かせっていうところも誰に一回に聞かせるかとかいろいろ変わってきちゃう部分ではあるけど、それも含めて本っていうものと捉えてる。僕は個人的には別に今回のは悪くなかったなとは思ったんですよ。だけどこの例えば地味になっても、この普通に自分の作った絵本 その、なんか台本みたいなやつを読むだけのイベントでもいいじゃんとも思うんですよね。絵本っていう作品自体を大事にしてる、わざわざそこをちょっとごちゃごちゃしておしゃれにしましたみたいな、この構造を味わえみたいな感じにしなくても、この作品自体が面白いな、これを普通に朗読するで、あれかっていう。音声と字幕が違うとか。それ一番批判だよ。すごい全否定。いやいやいや、そういう意味じゃない。なんでこう、現代風にみんなすんだろうって思っちゃう、世の中。だからそれで、それをさらに深めて、どうのこうのみたいな話にしかならないから、なんか話してて同じようなことしか言わなくて、同じようなことっていうのは、今同じようなことっていうよりも、他のイベントとか、他の展覧会とか行くと、同じようなことしか喋ってないなっていう感じなんで、面白くないなと思っちゃう、こういう議論自体が。
だからその普通に作品の話の方が盛り上がるような気がするのかなと思っちゃうけど、今回のイベントはそうならないようにあえてしてるのは、うん、やっぱこうちょっとこう、うん、あれ今の聞いて思ったけど、一部リムに分かけてさ、はい、一部は本当に朗読を朗読だけ、はい、で二部になって今日やってるようなことをやって、どういうなんか印象の違いなのかなって今興味持ってる。まだそこは別にうーんやってもいいんじゃないかなと思います。やらなくてもいいんじゃないかなと思います。なんでしょうね。いやなんか最後にディスカッションをこうするっていうんだったらなんか。そういう話にしかなんないよっていう感じするんですよ。行動の話にしかなんないよっていうのはもったいないと思うんですよね。1時間ぐらい今、行動の話しかしてなくて、無駄でしょ、時間のって思っちゃう。いや、だったら、いや、大変ですよ、大変ですけど、めちゃくちゃ構造でやらかしてってくれたら、それは面白いもんできたぜっていうので、わーって盛り上がると思うんですけど、ちょっと話がでかすぎちゃったな、ちょっと。うん、でも、なんかもともとあるものをリミックスするっていうのは別に、マジな一般人な人はやらないけど、でもちょっと技術かじったらやりそうなことだから、そこを、どう評価するっていうのは難しいですね。でも、朗読として映像作品として聞き心地は良かったは良かったんで、普通にそれは漫才みたいな感じで。なんか、まあ、7分でも漫才の基本の時間だし、なんかこうトーンもああこれはいいトーンで喋ってるなって感じもして、こう漫才を楽しむ感じちょっと似てて面白いなとは思いましたけど、うん、ディスカッションしちゃっていいんじゃないかなとは思いますね、うんうん、まあ、でもそれが最初に予定であったから難しいですね。ディスカッションする予定で難しいですね。あのイベント含め。いや、だからよく頑張って素晴らしいと思います。いや、でもなんか、野本君の毎回企画はこれやってるじゃないですか。はい。そういう企画だと思うんだけど、その。そういう企画。いや、だから、〇〇の形を探すっていうのは、その、なんつうの、凝り固まったいろんな言葉とか、固有のイメージみたいなものを一回取り直すみたいな。毎回テーマみたいな。そうですね。そうまあなんかそうな、なる説明があったらいいかな。僕から。そうですね。うん、まあ、まあ、ノートって先に。そういう構造の話になってしまうっていうのは。うん、シリーズで何回目ぐらいですか。6。6回目としては今までの5回と比べてどうだったとか、どういうのとか、比べてどうだった、俺のイメージしてるのは違うとか、なんかあるとか、いやこれぞ今回6回が最高だとか、なんか今僕が5回やってて、その中で僕が全然想定してなかったテーマの、うん、持ってき方みたいなところがあって、うん、絵本っていうのは絵本がすごいってことなんか、絵本をこう持ってったんだっていうのがすごい、っていうのはなんか僕自身が最初に想定してた、このシリーズ始めた時に想定していた、なんかこういうテーマみたいなのがあったらいいんじゃないかなみたいな、なんとなくいくつかあって、でそれで今まで5回それでっていうか何かがやっていくうちに、何かだんだんそのゲストの人がそもそもまあ根底考えてることとか、もっと何だろう、考えようとしてることっていうのが、何か僕が最初にねチラシには書いてないか、ブランクラスのイベントの、ウェブページの方とかには僕の企画についてのコンセプト文みたいなの書いてあるんですけど、
そこで僕がこう考えようとしていた、まあそのなんだろうな、まあ最初に考えたのは家族、テーマとして考えようとしたのは家族とか労働とか、うんうんうん、なんだろう、遊び、最初にやったのとか遊びとかだったんですけど、うんうん、なんかそういう普段こう今まで自分が生活してきて、うん、なんとなく使ってる言葉とかイメージしてる概念みたいなのを、うん、なんかもうちょっとあれなんか実は実際の自分の体験ではもうちょっとバラなんかこう一人一人バラバラで、うん、もうちょっと違う質の何かその一つの言葉でギュッてできるようなものじゃないようなものなんじゃないかなっていうのをこう集まってもらったお客さんとかゲストの人と一緒に考えたいっていうのがあったんだけど、うん、なんかそれは結構僕自身の中で考えたいことだったなって最近思うようになって、うんうん、なんか単純に、まあ、今回は大八木さんを呼んで、うん、なんか僕の中にある関心事っていうよりかはなんか大八木さんの中にある関心事をなんかもうちょっと、まあ、もうちょっとっていうかもうそっちに 100% 傾けてなんかできないかなっていうのは思ってて、だから絵本とか最初全然もうなんか考えたこともなくて、うん、絵本かみたいな思ったんですけど、うん、まあでもやってみようみたいなことで今回やってて、だからでも青柳さんにお願いするタイミングでそういう僕のコンセプト文とかも、まあ、一緒に共有した段階でやっているから、うん、こういうディスカッションみたいな場を、うん、踏まえた上での何か制作みたいなものを依頼しているから、まあ、こういう場にはなるかなって、僕の中では、うんうんうん、あったそうです。絵本についてディスカッションするからこういうのを作ったっていうのはある、ある、うん、これを見て絵本についてディスカッションしたらここはどう思うのか、うん、テーマ、絵本だから。それは青柳さん自身もなんだろう結構望んでいた場ですか。じゃあなんかこんなこと聞くのは、うん、本当、うん、今回の大元の企画があるから、うん、それにどう乗っかりどう壊すかみたいなことを考えて、でまっすぐに絵本ってすごい分かりやすいものだけどどう話す、うん、そのかわからなくなるようなことを仕掛ける。それはじゃあ成功 してる。絵本について全然なんか話してない。絵本について話し合ってるから、うん、絵本について話す機会を得るために作品があるって感じではないんですけどね。絵本について話すきっかけになる作品という感じにはなってないというか、みんな作品について喋っちゃってるから、ね、絵本についてまだまだ一緒だって話してない、話してないんじゃないですか、うん、だって拷問とかいろいろ、それが第1号だから、それが第1号で、あと今回はそうです、なんか別に自分は絵本体験したとは思ってないところがあるので、うん、うん、
ただ絵本という言葉を持ってきてるっていうのは頭にいるけど、だからそこをどこ自分で結びつけるかなっていうのは多分ずっと考えてるんだけど、うん、あとそうそう、作品って言ったけど作品を目指してないよね、多分今回は。どうですか。だって多分、我々さん自身にもすごいたくさん興味のあるポイントがあって、それはあんまり絞ろうとしてないなって思うんだけど、思ったんですけど、だから展覧会とかだと、そうそう、なんか軸を持たないとお客さんに不親切だってなるかもしれないけど、そこはあえて、あんまりこう、自分の興味を全部こう、ね、あるものがあるものとして出しちゃったのかな。確かに軸は作らず、うん、まあ、パッケージとして作品に近い形態で、でも、ま、話が青柳さんが、まあ、さっきも言ってましたけど、今日のこの、まあ、パフォーマンスって言って言ってたけど、まあ、作品の発表があって、まあ、その後ディスカッションこの場があってっていうの、まあ、途中にちょっとトラブルとかもありましたけどっていうのを全部含めて絵本だと思ってるって言ってたじゃないですか。だから、なんだろう、絵本の話はしてないっていうのは割と僕にとってはすげえすごいいいっていうか、だから絵本って言った時に想像できるじゃないですか、うん、パッて。でもその想像しているもの、まあこう絵が描いてあって、うん、文字が描いてあって子供の時に読んだあれみたいなものじゃなかったみたいな今日っていうことは僕はすごい面白いと思ってて、だからありだと思いますよ。このパフォーマンスは全然ありだと思いますし、いいと思いますけど、その後ディスカッションってなっちゃったら、なんか違うんじゃないのとは思ったっていう。ディスカッションではなく、もう、そのまま持ち帰って。いや、なんか、ね、1500円で 7分だと、あれかな、やっぱディスカッション入れるかなっていう感じで入れたのかなっていう感じがすごいですよね。いや、なんか7分っていうのは今日僕初めて知って、だからもっと、てかまあ実際伸びちゃいましたけど、1時間とかね、まあ30分ぐらいかな、短くてみたいなのも出たけど、なんかその辺はあんまり計算外だった。ああ、そう。全然だから7分でさよならって言われても、普通にニコニコ帰ったなとは思いますよ。うん。で、この、いろいろこう味わう部分もいっぱいあったし、うん。だからディスカッションになっちゃったら、もうあんまりこう話が出てこない作品なんじゃないですかね、それしょうがないけど。でも、構造的な話ばっかりをみんなしたわけじゃないですか。いや、構造的な話じゃないですか。いや、違うでしょ。その絵本って言って、つまりそれを伝えようと思うけど、それがもしかしたらそのなかなか伝えられないみたいな形があって、それを、今日みたいなパフォーマンスで、まあ、実験してみた。で、それをイコール構造の話ってしちゃうと、彼女が示そうとした絵本の形を、まあ、理解しようとして踏んだ手順。うん、で、それはこ全部が構造って言い過ぎちゃうんですか。でも構造の話ってそういう話じゃないですか。だって作品自体が構造をいじくる話だから、その作品について話すと構造の話にしかならないと思うんですけど。でもそういう作り方をしたから、いや、そうそう、そこはしょうがないから、しょうがないですよ、この作品を。しょうがない。僕は何を言ってるんでしょうね、うん、そこはちょっと。でも絵本について例えば考えるときに、そのだから絵本の本っていうものでも言えるし、ストーリーっていうものでも言えるし、絵っていうものでも言えるし、で、まず子供に何をこうワクワクさせようとか思ったかとか、なんで絵本を描こうと思ったんだとか、子供は本当に絵本好きなのかなとか、どういうところに惹かれるのかなとか、
なんかどんどんこう内部に侵入していくこともできるけど、今回はどんどんこう後ろに行って外側から見ていったみたいな視点だからこういう作品になった。別にこれはこれでいいことではあるとは思うんですけど、だ本当に最初に言ったことですが、どこの展覧会行っても同じような話にしかならないから退屈だなと思ったっていう話です。どこの現代美術のなんか展覧会、若手の展覧会に行っても大体そういう話にしかならなそうで。結構行かれてるんですか？あんま行ってないと思います。いや、行ってると思います。じゃあもうちょっとこう、ストーリーの方とか、なんかその、これがもし今日本があって、それ読んでたら、とかっていうことも考えられるよね。だから松尾さんが訴えたいなんか本のこととかあったらこう変わってきたのかもしれないですね。だからディスカッションの時にもう一個話を用意してたら変わってるのかもしれない。だって本のね、このストーリーとかも作ってらっしゃるわけだからなんかこうあると思うんですけど、はい、開くものがいいですかね。僕はこういう場所があってすごく良かったなと思うんですけど、なんかアンチ主観っていうか、なんか一人でも近えるんで、やっぱり友達と来られたりとかすればなんか持ち帰れたりするのかなと思うんですよ。なんか、なんていうんですか、知らなさを構成するっていうか、それぞれが欲することで、何か別のものを上演するみたいなことが、上演とディスカッションのセットで僕はあったなと。ことの話になっちゃう。でもまあないよりはあった方がいいって考え方はちょっとこうね。でもほら話自体がちょっとこう学校でする話っていうか、なんか授業みたいな感じになりがちで、もうちょっと狂ってる話を聞きたいししたいですよね。個人的な歪んだ話みたいな方が盛り上がる。だってどこのなんかサイトをコピペしたみたいな話ばっかりになっちゃうと面白くないですよ。すいません、なんかいやいや出しちゃった、でもなんかこうそうですね、いや本当よかったと思いますけど、だからそうですね、作品の感想をこう個人的に言うというか、なんかこう大人になりたくないみたいな感じの人なのかなっていう感じがしましたね。こう本をテーマに挙げてたし、でこの作品も内容的にもすごいこう なんだろ う, こう気持ち悪い、こう子供にもなんか子供の視点に立つというか、まあ、絵本ってそういうものなんでしょうけど、でと思いきやなんかみんなに読み聞かせるって母親的な立場にもなってて、なんかこう気持ち悪いなって思いましたね。個人的にはなんか子供に戻りたいのと自分が大人になって子供を見たいみたいな、なんかいやらしさがあったなみたいな、ダブル面で気持ち悪いみたいな、理解できないと思ってよかったと思いました。個人的にはそういう気持ちの話とか好きなんで、こう話したいなっていうのがあったんですけど、どうすかね、気持ちの話ってだからこう理解されようとはしないというかね、理解と作品とは別に個人のその気持ち、でもそう作品とは別の、まさにこういう人みたいな、だからこうフェチズムみたいなことですかね。確かに今日ちょっとざわざわする。なんか気持ち悪い映像があるんですよ。それはでもなんか作品を整理するすごくなんか変な肌触りっていうか。そう、それをどうにかこう分析しようと頑張るみたいなところが面白いというか。そうかもしれないですね。結局正体不明のまま終わって、ストーリーも正体不明だし。確かに、なんか私は。なんかさっきもうちょっと長かったらいいのって、のは個人的な感想としては、もっと見たいっていう気持ちをすごい探検したいっていうのはちょっとあって、なんか音楽とかでも結構
あ、このミソンすごい気持ちいいんだけど、あ、1分かじゃなくて、なんか30分ぐらい続くと、すごい陶酔しちゃうみたいな感じに なりかけて終わった感じがちょっとして、あの、繰り返しでもいいからもっと、なんか、聞きたいっていうか、見たいなっていう感じがしました。そう、あの魅力何なんだろうって、ずーっと聞いてられるわっていうね。うん、でもなんかさっき作品じゃないのかもしれないみたいな話がちょっと気になって、私はすごい今日結構なんか演劇とも読み聞かせとも違うし、やっぱこう構造っていうか、その達夫さんが、その達夫さんから見える景色がすごい興味があったりもしつつ、うん、作品を鑑賞したので、なんかまた別の場所とかでも展開してたりとかっていう、なんかやってみたいなって気持ちがあるのかなっていうのはちょっと気になってて、そういうのはどうですか、やってみて、あ、分かったかなみたいな感じで、いや、もっと長い作品で、かつもう一人自分と同じ立場の人がいるものをやってみたいなって、お二人が読んでるみたいなとか、もう一部二部で全然違う作品だけど、一部は誰かがやって、二部は自分だけがやって、通して見なきゃいけないとか、確かにってなったら面白いですね、今日でもなんとなくそういう感じじゃなかった、まあ結果的にでも青柳さん自身は同じことをしかしてないのか、一人だ、自分でその場を見るっていうことはできない、自分をその場から見ている意識とかはあった、あったの、その場からこの今日の場を結構毎回全体を想定しながらやってたけど、やっぱりこう聞かないとどういう風景だったかは分かんない、もうそのどういう、まあ、どういう経験をしたかとか、どういう風景だったかとかっていうのを体験してもらった人に聞いてみるっていう場として今日っていうのが強いってことで、ありそうでもない、うん、それもちょっとあった、正直2回目やってくれって言われた時どういう気持ちの、うん、わって思いましたいや、まあ、まあいいか、ああそうなんですか、何回かやさっきの音楽の話もそうだけど、自分もライブとかに行って好きなバンドのこの曲を聴きに来たけど、絶対その曲1回しかやらない、これを続けて5回ぐらいやってもいいのにな、あ、そう思うときはあるから、まあ、まあ、いいか、結構時間がすごい押しているのであれなんですけど、ちょっと一回この場はこの辺で締めて、まあ、向こうの部屋とこっちも大丈夫なんですけど、まだ空いているので、青柳さんとかも僕ともお話できるので、一
回この場を開きにしようと思います。ありがとうございました。拍手の予定調査。